はい、皆さんこんにちは、ワンダルグルービシです。信長の野望創造戦国立志伝、いい直近でのプレイ続きをやっていきたいと思います。いい直近のですね、ここまでのプレイご覧いただいている方には何度かお話をさせていただいていますが、いい直近はですね、実際にはこの戦国立志伝の中には登場しないいい武将というところもあってですね、今回は新規オリジナル武将で、作ってます。で、その時のデータですね、能力値に関しては以前の信長の野望烈風伝の中で登場していた直近のデータというのをですね、根本的には踏襲をしています。ですので、能力値的にはですね、決して高い能力を有しているというわけではないんですが、それでもやっぱりある程度の能力値は持っているという状態にまで今上がってきました。じゃあどれくらいの能力になっているかというと、こんな感じです。統率が48、武勇が58、知略が43、政治が78になってます。で、それぞれの能力値の右側に括弧書きでプラスいくつと出てると思うんですが、これが成長したパラメーターですね。なので政治に関しては27まで、プラスがついているという状況になっています。では早速続きをプレイしていきたいと思うんですが、実はですね、年末年始はロサンゼルスの方に遊びに行ってまして、ゲームの方をするのが実に約1週間ぶり、10日ぶりぐらいになるのかな。ご命令を。というのもあってです、ちょっと若干忘れ気味なんですが、今回の攻略目標ですね、攻略目標については旗の家、こちらの攻略を行っていきたいと思います。で、旗の家の攻略にあたってはですね、現在でいうと今この大御所、この大御所が三好に、そして本願寺に攻められているという状況です。で、さらに三木城も攻められていて、この先ですね、旗の家最後の居城五着、ここに行くにはまずこの大御所を守り、三木城を守り、歓喜城を落として五着にたどり着かなきゃいけないというのもあってですね、少し苦戦が予想されます。ですので一旦戦力を整えてですね、その後に反転攻勢をしていこうかなと思ってます。で、今すぐですね、自軍団が大変な危機にさらされるという状況にはちょっとなりにくいというところもあってですね、まずは何はともあれというところで城の改修ですね、ここはきっちりやっておきましょう。で、各城の戦力をちょっと見ておきたいんですが、まず黒井城が兵数が2000、八神城が1200で、もみいが3000で、二条御所には8000の軍勢が入ってますね。で、牧島、浅宮、伊賀、上野、この辺りは戦力が充実しているかなというところと、あとはやっぱり本拠地ですね、末盛城に関しては兵数が1万1000入ってますので、この軍勢を持ってですね、この歓喜城をまずは落としていくことになるかなと思います。そのためには少なくてもですね、大御城と三木城が落とされるわけにはいかないので、ここは援軍を出していきましょう。で、有岡城を攻めると非常に面倒くさいことになるので、ここは八神城経由で入っていきましょう。あと清水山城から常ちゃんを出していきましょうね。で、三木城にも援軍を出さないとまずいので出していきましょう。浅宮からも軍勢が出せるので、ここからも軍勢を出していきます。
これもねちょっと迂回をさせていかなきゃいけないというのもあって少々面倒ではあるんですが、どうしても落とされたくない城ではあるので、どうしてもねこの大御城、歓喜城は、三木城は取っておきたい、守っておきたいというところなので、援軍を惜しまずに出していきましょう。承知いたしました。で、末盛城ですね、末盛城からもいい直近自ら兵1万を率いて出陣していきましょう。出るとするか。この戦力に関してはですね、温存できるのであれば温存して、できるだけこの5着攻めに残しておきたい戦力という目論みもあります。出るぞ、いざ参ろう。なんとか大御城がね持ちこたえてくれればいいんですが。ご命令を。先月の収支です。報告いたす。大御城が持ちこたえられないということになると、少々面倒くさいことになるかなというところですね。で、城に関しては敵の攻勢を想定して拡張を入れておきましょう。特にねいつも言ってるように門に関してはデフォルトの状態だとまさに溶けるように消えてなくなりますので、それはね避けたいところですね。さあ、なんとか三木城が持ってくれれば助立ちします。よし、これで軍勢が整いましたね。うお、下妻雷連が大御城を攻めてるのか。味方の軍勢としては約1万5000ぐらいの軍勢が整えられましたね。で、三木城を攻めている三好の軍勢1700、これも撃退はできそうというところで、なんとか大御城、三木城は守ることができそうですね。お、そうか、いい直近はまずいな。いい直近は史実では29歳で、今川家臣にこう内通を疑われて暗殺されてしまうというのがあって、寿命を29歳に設定してるんですね。そろそろ死ぬかもしれないな。何、大御城に所属していた細川晴元が死亡。表情を始めます。武将不足なので一人でも死なれると結構きついんですよね。ここはこうなると引き抜きとかそういうのもちょっと頭に入れておいた方がいいな。武将の数が圧倒的に不足しているというのもあるので、ここで直親がもし死ぬようなことがあると出陣している1万1000の軍勢がどうなるのか。承知いたしました。ここは歓喜城攻めにそのまま軍勢を出していきましょうね。出陣するぞ。ここは貴様らの地獄よ。ご命令を。先月の収支です。直近にここで死なれるとさらに武将の数が減ってしまうんで、なんとか持ちこたえてもらわないと。厳しい状態になるな。
きせよ。逃げたければ逃げなさい。武士官憲章はお見せしましょう。今出てる軍勢でなんとかなるな。騎乗する。承知いたしました。そしたら一旦軍勢を返して兵力の回復を行いましょう。逃げるな。今のうちだ。敵将打ち取ったり。敵将捕獲した。で、年末年始はですね、ロサンゼルスの方に29日の夜の便で、行きまして、羽田からですね。報告いたす。で、現地ロサンゼルスに着いたのが、報告いたす、同じく29日、まあ、時差が17時間あるので29日の深夜10時半、11時ぐらいだったかなぐらいの便で、羽田を出発してですね、現地ロサンゼルス時間で29日の夕方4時ぐらい着きましたね。で、気候はですね、やっぱり日本に比べるとすごく暖かくてですね、人によっては半袖短パンっていう人もいました、まあ、ただ日本人の感覚からするとちょっと半袖短パンはきついかなというところで、まあどちらかっていうとですね、そうだな、例えるんだったら、まあ、あの長袖のシャツに上にウルトラライトダウン、ユニクロのを着てると、まあ、ちょうどいいかなっていうぐらいの本当に過ごしやすい気候でした。で、まあ、そこからね、年末年始というか、まあ、あの明けて1月5日に帰国したんです。4日かな、1月4日に帰国したんですけど、やっぱり寒いですね。日本はロサンゼルスはそういう意味だとすごく過ごしやすかったですね。で、夏にですね、ロサンゼルスに行ったこともあるんですけど、夏は逆にロサンゼルスはものすごく暑いんで、まあ、遊びに行くんだったら冬がいいかなというところですね。ただちょっとこの時期、雨季っていうほどね、雨がザー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 降るというわけではないんですけど、まあ、1日に 1,2 回にわか雨みたいなのがあるので、その雨具みたいなものはね、まあ、傘含めてあった方がいいかなというところですね。で、逆に夏場はほとんどその雨がね降らないというところにはなってくるんで、まあ、どっちが過ごしやすいかっていうのは、まあ、人それぞれだと思うんですけど、少なくともね、日本の冬に比べるとすごく過ごしやすかったかなというところですね。行商を始めます。先月の収支です。さあ、それでは5着に送っていた赤井さんが付箋に応じてくれるそうなので、この付箋に乗じて直近の軍勢を任せて旗の家に打ち入りましょう。この5着を落とせば旗のは一応滅びるはずなので、まあ、ここでね、もう蹴りをつけてしまうというのがいいかなと。やっぱり食べ物の量とかもですね、あのアメリカサイズでかなり大きい、すべてが。なので、体重がですね、帰ってきた時には約1キロ増えてたんですけど、とにかくね、やっぱりサイズが大きい、人の体の大きさが。僕の身長が176センチなんですけど、日本にいるとまあ平均的な身長で、まあなんていうのかな、そのすごく人のゴミの中に入ってもまあ全く問題がないというか、特に困ることもないんですけど、ロサンゼルスというかアメリカに行くとですね、もうみんな体がめちゃくちゃでかいんで、僕の176の身長だと、まあ、正直言ってちびっこサイズですね。で、奥さんと今回一緒にいたんですよ。奥さんがですね160センチぐらいなんですけども、子供ですね、完全に体の大きさが。なので、まあ、本当にこの量を毎日食べ続けたら、まあ体も大きくなるよなっていうのがね、すごく納得できる感じでしたね。
三騎城に攻める前に赤井に送った使者の状況を確認しておきましょう。使者が到着してから五着攻めに入りたい。敵に城を奪われました。どこの城が奪われたの？王御城がいつの間にか奪われてんのか。王御城を奪われると結構その退却が難しくなるところではあるので、なんとかねこらえてほしいところではあるんですけどね。宇都宮家に大御所を取られたのか、まあ、まだ三騎城がある限り退却はできるので、まあよしとしましょう。このまま城攻めを行いましょう。五弱攻めです。お任せを。ご命令を。先月の収支です。報告いたす。承知いたしました。五着の軍勢の数を考えるとそんなにね気にしなくてもいいかなというところではあるので、まあ、力攻めでここは行きましょう。加勢しよう。出陣するぞ。かつ赤井が寝返ってくれたので、このまま五着を攻め落としましょう。行商を始めます。そうこうしてる間に味方も大御城の奪還戦に入ってますね。出陣する。なに、ここで再び敵同士になったか。赤井の願いが終了しました。報告いたす。先月の収支です。で、味方の軍勢の方の兵糧はというとまだ十分あるので、このまま力攻めでいきましょう。これで五着を落とせるはずです。敵将捕獲した。移乗します。で、次は赤松家か。で、換気場を貸し与えるということですね。ご命令を。はい、ということで今回は少し短めではあるんですが、まあ目的だった騎乗する旗の攻略が完了しましたので、ここで一旦終了にしてですね、次回赤松攻めをしつつ、今後の身の振り方ですね、まあ、直親自身の寿命も迫っているというのもありますし、このまま今川の義元の家臣で天下を統一していくのか、はたまた独立するのか、このあたりをねちょっと検討していきたいと思います。というわけで、今回はここまでにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方はチャンネルの登録をお願いいたします。動画の視聴画面の下の方からチャンネル登録することができますので、ぜひよろしくお願いいたします。また、動画の解説欄にツイッターのリンクも貼ってありますので、ぜひツイッターのフォローもよろしくお願いいたします。